と2回ぐらいか。何が気になってるんだ一体。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。はいはい、子供が生まれたんやっけですね。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。ふんふん。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。男の子でした。男の子、なんかちょっと眉毛が下がり気味やねん。困り眉みたいな感じ、イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、私のペッカだと夫のカートから取ってペアトにしようと思います。ペアト。なんかちょっと小さいつが入ってるの発音しづらい気がするけど、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。大切に育てます。でもなんか耳で聞いた感じは普通に小さいつない感じに聞こえるよね。ペアトって聞こえるけど。なるほど。さあそれじゃあマンション見てこう。なんか今回もあれだな。え、友達マーク多くない？喧嘩か。しかもちょうどね4つあるんよね。2組ってことかな。ほら怒ってる。キング、クソクソ、どうした、誰と喧嘩した。ネイアールと喧嘩しました。ふんふん、腹が立ちます。腹が立ちます。仲直りしてください。この間も沈めてください。エビチリで踊るね。エビチリ、エビチリ、はい、どうぞ。いただきます。はい。二人ともあれよね、結構前からおる人だけども、大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ仲直りできるだろうか。どうすか。この間はごめんなさい。許しません。即答。え、めっちゃ即答なんですけど。つらい。ダメでした。つらい。ダメだったのか。まあ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 、そういうこともある。そのうちきっと仲直りできるよ、ちゃんと。さあ、それじゃあ、ノアくん、やっぱりここも喧嘩か。も。もう、どうした？誰と喧嘩した？ミルと喧嘩しました。ほうほう。腹が立ちます。仲直りしてください。このイライラも沈めてください。おかゆで宇宙へ。はい、おかゆどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？さあ、これで宇宙に飛び立ちまして。うまーい。なんかお粥で結構満腹になっとるね。え、元からなんかお腹の中入っとった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあちょっと二組目はさすがに仲直りしてください。二組ともはちょっとね。この間はごめんなさい。お願いします。許しません。え、マジで二組とも。しかもあれやね、両方とも男の子が謝って女の子が許しません。めっちゃ怒っとるやん。大丈夫だろうか。あ、
しかも今、あれよね、ノア君親友、キングになってなかった？おい、二人揃って何やってんだ。あ、ハート。ラワン君。ラワン君って相手おったんやっけ？なんでもないです。プロポーズ？ほっといてください。へぇー、前回に引き続き、頑張ろう。したいのですが、どう思いますか？頑張りますよ、私。はい。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？前回どこやったんやっけ？遊園地やったんかな？じゃあ今回は高級レストランで。多分前回ね、遊園地やって、観覧車やったよね。このままでいい気もするけど、なんかあった？あ、いっぱいあるわ。じゃあもうちょっとなんか、ジージャンチのパン。いやでも高級レストランなんよね。高級レストラン。そんな大した服は持っていないけど、これはちょっと、あれよね、カジュアルすぎるよね。でも、この中やったら、じいちゃんちのパンかこっちかがまだちょっとあれかな。ちょっと、小綺麗にしてますみたいな。擦れ切れたジーンズはやめた方がいい？じいちゃんちのパンでいくか。よし、これで。ところで、プロポーズをするタイミングに、自信がありません。さすが、僕のことを考えているときに、未だ、と、合図を送ってくれますか？頑張ります。わかった。それでは、プロポーズに行ってきます。ふわー、緊張するめっちゃ緊張する全然考えてくれねえな。よし。綺麗だね。そうね。グッ。さあ、来い来い。全然夜景の方なんか見てない気がするけどね。君の方が綺麗だよ。うふふ、ありがとう。うふふ。あと2回ぐらいか？何が気になってるんだ、一体。う実は、大切な話があるんだ。ラワン君のこと考えるのめちゃくちゃ後の方すぎん？何？次か。来い来い来い。なんだ、無の時間があるぞ、無の時間が。僕と結婚してください。来た！ストレート来たよ、来たよ。やったね。イェーイイェーイふぅ、これでまた新たな夫婦が増えたね。おかげさまで、プロポーズに成功しました。お礼にこれもあげます。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。でも、僕たちは、まだ子供なので、ありがとうっていうか、この子たちに使うけど。大人スプレーを使えば、大人になれるのですが。使いましょう。では、大人スプレーを。それ以外に選択肢はないよね。あんだけ頑張っといて。よろしくお願いします。いや、なんかね、一回ぐらいね、ちょっと使わないの方をちょっと選んでみたいんやけど、ただちょっとこの、そこまでの私の努力が、大人になれました。もしかしたら無駄になるかもしれないと思ったら選べないんだが。それでは、結婚式を挙げてきます。いってらっしゃい。いやー、いいっすね。いいっすね、いいっすね。めっちゃいい感じやん。2回続けて夫婦誕生。まだあれか、カップルのところはあとどれぐらいおるんやろね。どん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 こう夫婦になっていったら、夫婦になっていった分ちょっとカップルも増えていただかないと。イエーイ。
ラワンとサチの新婚旅行 in スイス。ヘイスタート。アルプスの山々です。アルプスの山々。はい、チーズ。前回どこやったんやったっけな。目をつぶってしまっている。タンゲリーの噴水です。タンゲリーの噴水。はい、チーズ。また目をつぶってるじゃねえか。ルセルンです。ルセルン。はい、チーズ。いやー、今度はあー、くそ、せっかくラワンくんが笑ったと思ったのに。あー、楽しかった。楽しかった。それはよかったよ。お宝、カウベルをもらいました。ありがとう。夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ。もう満足度がめちゃくちゃ上がったよ。今幸せの絶頂やね。にそれじゃあ、猫レンタル券。どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。失敗したら反省しますが、後悔はしません。てかもうあれやね、体中からルンルンがにじみ出てきとるやん。はい、カスタラでもどうぞ。いただきます。まあ、嬉しくて嬉しくてしょうがない状態やね。そしてなんかラワンくん、さっきまでちっちゃかったけど、今すごいなんかいい感じやね。スラッと。はい、それじゃあ、友達マークが出たな。あ、喧嘩ではなさげ。はい、ミントさん、入ります。あ、ここも恋人同士か。お久しぶりです。ふんふん。いいんじゃないでしょうか。ルンルンで待ちよりよ。ちゃんと友達になれるかな。めっちゃ喜んどるやん。嬉しいね。それは嬉しいね。この笑顔と真顔の切り替わりがうまくいきました。やったね。ふんふん、よかったよかった。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ラブラブだな。いいね。そのうち結婚とか言い出すかな、また。ふぅ、ちょっと今、ね、若干ちょっと、結婚ラッシュの兆しが出てきとるけん。そこに続くかな。お、レベルアップ。それじゃあ、カラータイツとワンピース。どうぞ。服、カラータイツ、ワンピースをプレゼントしました。うんうん。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。カラータイツって合わせるの難しくない？でも若干ね、なんていうん、バーガンディ系とか、あとなんかグレー系のタイツとか、ぐらいまでが限界やな。絶対ピンクタイツとか、水色とかオレンジみたいなのもあるやん。絶対無理やけんなんな、いけんけん。はい、それじゃあ、そろそろ募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。すごいなんかいいドレスを着ているのに、頭にキノコが。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミーニュース見てこう。今日一番のニュースはね、結婚式やと思うけどね。神の兜が大流行。神の兜を扱うお店があるのか。ねえ、あれなんかさ、アスムとセツナさんの子供がユニポンちゃんになってない？どういう組み合わせ？てか、アスムとセツナさんの子供ってどういうこと？みんな大変ですね。
紙の兜ってね、なんか昔、はい、幼稚園ぐらいの時かな、なんかね、作ってもらった記憶があるけど、おじいちゃんとかに。おお、なんだなんだ、子供か。ちょっとすみません。そっかそっか、ちょっとちょっと若干忘れとった、結婚で上塗りされて。そうよね、今日生まれたんよね。なんかすぐに電話もなかったけん、はい、引き受けましょう。じゃ最後笑顔にして終わろう。さあ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 、ほらほら、最後笑顔になっていい気分で終わろうよ。大丈夫か。お、ああ待って、なんかさらに泣きがひどくなったような気がするぞ。これは全く泣き止まない気配。泣き止んでくれよ。うわー、めっちゃ泣いてる。うわー、泣きがひどくなってるって。もうちょい頑張ります。うわー、あれだねやばいね、早くお母さんに渡してくれよってなっとる。めっちゃ泣くやん。つらい、こっちもつらいよ。そんなに泣かれてこっちも、なんかあの一瞬だけやったんやけど。なんか、ご機嫌になってくれたのはあのめちゃくちゃ一瞬だけやったんやけど。諦めます。だったら早くミルクを用意してくれよ。また頑張ってみます。ありがとうございました。いえいえ。何もできなかったけど、とりあえずあれか、ミルク時間までのつなぎにはなったか。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ふう、大変だね。お、待って、昼市見てこ。お嬢様ワンピー。ガイタンくんが買ったら変な感じになる気がする。買います、一着。さあ、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、あんだけね、ずっともうなんかシーンって感じになっとったのに、こんな2回続けてプロポーズがやってくるとは思わんかったな。でも一応まだちょっとカップルもおるっぽいけんね。どんどん続いてくれたら、じゃあ私の心臓が持たんかもしれんけど、いいかなと思います。